山梨学院大学キャンパス内にある FM 交府スタジオ坂折駅南口にある FM 交府坂折、ステーションスタジオ株式会社 FM 交府は山梨県甲府市の一部地域を放送対象地域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FM 交府そのままの愛称でコミュニティ放送をしている1997年開局 出資比率から、学校法人山梨学院と、醤油、調味料の製造会社によ武田が、マスメディア集中排除原則に言う支配関係にある。県域放送局の山梨放送、山梨日日新聞と結びつきが強く、陶器場の本社は、甲府式田口の山梨文化会館にある。ただし、ライバル社であるテレビ山梨も出資している。実質的な本社でもある演奏所、 送信書は、甲府市坂織の山梨学院大学のキャンパス内に、ある。スタジオは、クリスタルタワー1階に、送信書は屋上にあり、放送局の呼び出し符号は、JOS3AOFM、呼び出し名称は、FM 甲府、周波数76、3MHz。当初の空中線電力は 10W で、放送区域は、甲府市の一部地域、2000年に 20W に増力した。 サテライトスタジオ、坂織ステーションスタジオが、甲府市坂織、坂織駅南口の山梨学院学生交流館内にある。日本ネットワークサービスが、同周波数で再送信している。インターネット配信は、J 字場インターネットサイマルラジオと、チューンインラジオによる。課長範囲は、甲府市を中心とした近隣の市町村で、放送エリア内世帯数は17万8000世帯。 放送エリア内人口は48万5000人と称している。日曜深夜を含め24時間放送をしている。自社制作以外の時間は、ミュージックバードを放送。山梨学院大学の学生、教職員がパーソナリティを務める番組なども放送され、同大学の放送局という色合いもあり、毎年年末には箱根駅伝に出場する。 同大学を応援する共産 CM が放送される。甲府市とは、災害時の放送に関する協定を締結し、毎年訓練番組を放送している。1996年1997年2000年2004年2010年に2012年、AB コミュニティ放送事業者、平成19年7月1日現在引く、国立国会図書館。 ウェブアーカイビングプロジェクトハット AB コミュニティ。放送局の増力許可ウェイバックマシン。AB 市民ラジオ音楽放送ウェイバックマシン。AB 会社案内ウェイバックマシン。AB コミュニティ。放送局の現状平成16年4月1日。現在引く。国立国会図書館。ウェブアーカイビングプロジェクト交付士の防災対策2019年12月26日更新。国立国会図書館。 ウェブアーカイビングプロジェクト、ありがとうございます。